作戦内容をお伝えします。カーラの秘策によりザイレンは制御不能となりました。衝突によるコーラル消滅を回避するため、もはや取れる手段は一つ。ザイレンを撃墜します。仮想動力ブロックに分散配置された大型スキルミオンジェネレーター、これらを全て破壊し、その上で上層外駆のラムジェットエンジンを停止させれば、今ならアーレア海上に人的被害なくザイレンを着水させることが可能です。もう一点、この作戦にあたり私はあなたの名前を使って協力者を募りました。焼けた空の上でレイブンが戦っていると。このルビコンであなたほど名を馳せた個人はいない。レイブンの生命、その効力のほどをお見せしましょう。行きましょう、レイブン。協力者の一人がそろそろ到着する頃合いです。派手に打ち上げたものだな、戦友。それともルビコンの解放者と呼ぶべきかな。君の声明を受けて地上では全てのルビコニアンが立ち上がった。彼らに見せてやろう。焼けた空の向こうには未来があるとな。モード起動。ジェスパー4、ラスティ。彼からは真っ先に協力の申し出がありました。ここまで計画が狂うとは思ってなかったが、再び君と機体を並べることができたんだ。よしとしようか。下でも派手にやっているようだな。適正反応。艦隊が接近しています。この高度でもアーキバスが動き出した。連中は私たちを排除するつもりだ。艦隊はこちらで対処しよう。君は当初の作戦を遂行してくれ。託したぞ、戦友。進みましょう、レイブン。ジェネレーターは残り2機です。ここである程度の動力を奪えば、あとはラブジェットエンジンだけ。残りを破壊して船外に出ましょう。攻撃艦が次々落とされています。被害甚大。敵は衛星3機、識別はパー4ラッシーだとは。地下で死んだはずだ。弾幕を張れ、近寄らせるな。悪いな、私を捕まえられる人間は一人しか知らない。やり方がだんだん 30%。船外へ退避を。やり遂げるのだ。私は恥じない戦いをするまでだ。終わったか、戦友。こちらもどうにか片付ける。ラスティの機体反応が消失？ネイブ、まだ終わりではないようです。サイレムの撃墜を急ぎましょう。人間 C4621 通常モード移行。